こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。本日はまた BNR32GTRDIY 企画をやります。で、今日何やるかと申しますと、前回ですね、私の車ガソリンインジェクターの方から漏れておりまして、そちらの修理をね、前回ご覧いただきました。で、今回は、まあ、まずなぜあのインジェクターの修理を先にやったかというと、本当はね、こちらにある燃料フィルターの交換を本当は先にやりたかったんです。で、今日やる内容はこちらのフューエルフィルター交換になります。で、先にインジェクターを交換したのはなぜかっていうと、多分ね、私の車のこの奥にある丸いパーツなんですけど、あちらがフューエルフィルターで、これ多分新車から1回も変えてないんですね。で、新車から1回も変えてないフューエルフィルターを変えると、まあ、中にゴミとかいろいろ詰まってると思うんで、多分燃圧がね、今の状態よりかかるような、まあ、状態に、ね、なると思うんで、こっちのインジェクターの方に、インジェクターの方がガソリン漏れてたら、さらにガソリン漏れるような状況になりえないよねっていう話をいただきまして、じゃあ先に漏れ直してからじゃないと燃料フィルターは変えられないよねっていうお話になっていたわけです。で、今回晴れてインジェクターの方は修理しましたので、燃料フィルターを変えていきたいと思います。で、燃料フィルターはどういうものかというと、こちらピットワークの日産純正のフューエルフィルターなんですが、こういうものでございます。まあ、燃料のフィルターですね。タンクの方からポンプでこう来たフィルターがホースを通ってエンジンの方まで来るわけですけど、このインジェクターに行くまでの間にフィルターが1個あって、フィルターを通ってからエンジンの方に噴射されると。で、これね、結構ガソリンの汚れとかが詰まってる場合が多くて、1回も変えてない車は、例えばね、あのノーマルで乗ってる分には多分大丈夫かもしれないんですけど、例えばチューニングして馬力出したりすると燃料の流量が増えて、その燃料がね、増えるとフィルターが詰まってることが原因で燃圧がかからなくてエンジンブローみたいなことにもなり得る車があるよと、僕の師匠のですね、林とっくりさんが申しておりましたので、それで僕もまあノーマルですけど、ちょっと今一度変えてみようかなというところで、今日はやってみたいと思います。で、多分フィルター自体はね、4000ぐらいで買えれて、で、自分でもできるということなんで、まあ、皆さんに DIY としては紹介しやすいかなというところで今日はやってみますので、よろしくお付き合いお願いします。では、まず前回インジェクター変える時も冒頭でやりましたが、まずはここにかかってる燃圧を抜かないといけないので、燃料ポンプを止めた状態でエンジンをかけます。燃料ポンプのヒューズを抜いてエンジンを始動します。はい、これでもうエンジンはかからずにガス欠した状態になりました。で、あとは給油口の蓋を開けて、これ燃圧を抜いておくと。さあ、じゃあこれで早速やっていきますね。まず今回使うものとしてはですね、プラスドライバー2本、本当は燃料ホースをつかむ専用の工具ってあるんですよ。なんかフューエルホースプライヤーかなんか、そういうのがあるんですけど、今回は皆さんがやりやすいように普通の道具でできるような形でご紹介したいと思うので、このドライバー2本、長いのと短いの、こちらはメカニックの先輩からお借りしました。こっち下側のクランプ外すとき、こっち上側のクランプを外すとき、あとはこういうペットボトルの下を切り取ったちょっと受け皿みたいなのを用意しておきます。多分古いフィルター外したときにガソリンジャッて出るので、それをちょっと受け止めたいなと思います。じゃあ早速、まずは燃料フィルターのクランプですね、ホースを止めてるクランプを緩めて本体から外したいと思います。では早速、まず上側の
クランプを緩めていきます。舐めなきゃいいけど、よし、このぐらい緩みましたら外していきたいと思うんですが、これがなかなか外れないと有名なホース、これ素手で外すのは大変かもしれない。こう結構ねカッチカチなんですね。これはプライヤーがないと無理かな、どうかな。多分これを見てるくろうと整備士の皆さんは素手で外れるわけないじゃんって思ってると思うんですけど、僕はなんとか素手で外してみたい気はします。あ、これ下があれか、これは無理ですな。ちょっと工具を持ってきます。そうです、新車から多分一回も変えてないんで、これフィルター交換、うん、なんでフィルター一回も変えてないから。あ、そうなの、予防整備。あ、燃料フィルターね。さあ、なんか どんどん良くなっていってね。いや、どんどん良くしないと。新しい部品つけて、古い車なので。本当はね、ポーズ塗った方がいいんだよ。知ってる、野口さんにも言われた。絶対やった方がいい、硬化して割れた時に一緒にパッと入れてる。まずね、全然外れてこないんですよね。全然外れない。硬いし、できないし、きついし。やったことある？あんのけ。もうやっちゃくねえ。燃料周りはあんま外して、レギュレーターこの辺もめちゃめちゃ硬くてさ、めっちゃ大変なんだっけ。なるほど。なんか無理やりやるとホースに傷つくっていうからさ、多分高圧だし、高圧ですが結構圧かかるから。でもね、ホースはね一回変えてるんだよね。あ、そうなんだ。そう、 なんでわかんない。オラじゃねえ、前オーナーが。その時にフィルターもね、だいたいやるのかなって思って。どうなんだろう、見えない。ちなみに今の会話全部収録されてるから。あ、そうなの。あ、抜けてきた、いいぞ。いきなり俺が来て邪魔してるみたいな。カモン。頑張って。こういうプライヤーにウエスを挟んで、フライヤーにウエス挟んで傷つかないようにしながらやってますよ。見えるかな？見えないですね。こういう感じです。ちょっと暗いですね。徐々に抜けてきてます。ここは早送りでよろしくお願いします。大変、こりゃ大変だ。こりゃ大変だ。徐々に
徐々に抜けてきつつある。これはね、ホースを変える前提なら切っちゃった方が早いですね。やっぱり皆さんの言ってることは正しい。思いのほか難航しております。くぅ、さあ、紆余曲折ありましたが、上の方のホース外れました。超大変だった。上の方はあんまガソリン出ないですね。今度は下の方を外していきます。さあ、今下のクランプある程度緩めたんで、あとは上の方を持ってぐるぐるっとねじりながら抜いていきたいと思います。で、下にねガソリン垂れてもいいようにペットボトルの受け用意しました。じゃあちょっとこれで抜いていきますね。はい、いや、まだだな。さまざまな難攻不落を乗り越えてやっと外れました。大変、これ大変だ。じゃあこのフィルターの中がどんだけ汚れてるか、ちょっと皆さんに見せますね。どうだろう。やべえ、ほらほらほら、はい、なんかもうよくわかんないものが永遠に出てきます。きったね、ほら見てください、これ全部ゴミ。ほら、これがね約30年分の汚れですかね。これもう永遠に出ますね。抜いたガソリンもどことなくもう黒ずんでますね。なんか濁ってます。やっぱりそれだけの汚れがフィルターに蓄積されてるってことですね。もう永遠に汚れ出てきます。ほら、永遠に出る。ほら、こりゃね、いい燃料も送れないですよね、エンジンに。まあ、ということで元通り、ちょっと形状は違いますけど、こっちの新品を取り付けて、戻していきます。完成しました。どうですか、見てください、綺麗になりました。で、多分オイルフィル、あ、違うわ、フュエルフィルターの品番もしかしたら違うの頼んでたかもしれないですね。この吹き出し口が真上になってるのと、32はこういう風に横向いてるのがあるっぽくて、これはユニシアジェックス製、もう古いですね、30年前のフィルターで、こっちはピットワーク純正ですね。で、こっちのアウト側のホースも新品に交換して、ホースバンドも増し締めしました。さあ、念圧かけてガソリンがブシューなんてことにならなきゃいいんですけど、大丈夫かな、ここは。さあ、念圧かかりましたが、漏れてないですね。大丈夫かな。大丈夫そうですね。じゃあエンジンかけます。
はい、無事にエンジンかかりました。大丈夫そうだね。はい、ということで今日はね、FUELフィルターの交換を一人でやってみたんですが、やっぱ専用工具あった方がいいに越したことはなくて、外すのにめちゃめちゃ時間がかかりましたね。まあ所要時間は1時間半ぐらい。まあこれで燃料系が結構リフレッシュできるような感じだと思うので、インジェクターの漏れと含めて皆さんも真似してやってみてください。ではまた次のシリーズでお会いしましょう。ありがとうございました。